い、よろしくお願いいたします。ゆるキャススタート、気楽に行きましょうというゆるキャス行きます。はい、最近一声かけられると、多分ね、俺この辺でライブ配信しすぎてるんで、あの嫌な人は嫌でしょうね、多分ね、うん、嫌な人は嫌だと思いますよいやいや、皆さん、ライブ配信者が全員に好かれると思ったら大間違いですよ。だってだから、それ怒る人いるでしょ、そんなの世の中でそりゃ怒るわって話でね、うん、だって逆の立場だったら怒るでしょ、あいつは何を言ってんだみたいな、うん、それはありますよ。はい、ね、あいつは何を言ってんだ、あいつは陰謀論だなんつって、ね、だってこの間さ、上北沢でさ、上北沢でね、上北沢でパー、あのお祭りがあったじゃないですか、お祭りね、お祭りがあった時にさ、あの変なおばさんいたでしょ、映り込んできて私を映してるじゃないのなんて言ってる人いたじゃない、ただの BBA だろみたいな何も取りたくねえじゃねえかっつって、子供ビビってんじゃねえかっつって自分の女房は頭悪い扱いするんじゃねえぞっつって、自分の女房だったら抱きしめろ本当にでそれでみんなほら並んでる子供たちにね、あのじゃんけんしてもらって、で勝った子がみたいな、でなんだったら俺一番思ったんだけど、一番最初にね、そういうほらさ、あのお母さんにね、あのビビっちゃって子供いたわけじゃない、その子にあげたかったなと思ったわけ、うん、あのお母さんがさ変なこと言うからさ、子供がもうお母さんやめてやめてって言った子いたでしょ、本当はその子にあげたかったんだけど、まあ、その子もじゃんけんに参加したんだけど負けたと、ね、本当はその子供にあげたかったんだけどね、だって子供には罪ないじゃん、せっかく罪、ね、楽しくこうお祭りやってるのにね、うん、だから子供にあげたかったんだけども、うん、だけどもまあこれはみんな見てるから平等の方がいいなと思って、うん、なんか俺がそのババアに媚びてるみたいで嫌だなと思って、うん、なんか子供になんかあげるってさ、なんか親に媚びてるみたいで嫌じゃん、なんか俺が悪いことやったみたいになってるぞとかってなるの嫌だったから、あのじゃんけんにしたのね、うん、こうやったの、うん、こうこうこうほらこういう感じ、ほらこうなっちゃうの、こうなっちゃう、わかる、こうなっちゃうの、だからこういう風にそう負担をかけちゃうの、うん、雨の日無理っすよ、うん、この間雨の日これで歩いてたらもう入ってきてたからね、浸水してた、ヒロジャパンチャンネルをね、あの YouTube 登録すればいいから、うん、そうすれば一回転回るしヒロジャパンチャンネルをよろしくってことで、はい、また名古屋にも行きますね、寺村さんね、よろしくお願いします、また今年2回ぐらい名古屋行くんで、その時にはよろしくよろしくお願いいたしますということで、はい、今年は名古屋にも行きますよ、2回、ウェイトで1回、プロミスドライブで1回かな、うん、絶対皆さん、あの東海地方盛り上がっていただいて、まずは最初の地方は北海道からね、北海道盛り上げていかねえと、北海道って感じで北海道よろしくって感じの、北海道よろしくお願いしますよっていうね、はい、コーヒー飲みたいよ本当に、北海道ね、ロケする時間がね1日しかないから、本当に厳選していかなきゃいけないから、ピンポイントですごい探してる、だからそんなにほらでさ、なんかさ、あのなんだっけ、帯広行くのにもさ3時間ぐらいかかるでしょ、で移動距離で考えたら6時間じゃないですか、っていうことは4時間ぐらいしか入れないですよ、帯広でね、うん、でホテルは2泊取っちゃってるし、で次の日に帰らなきゃいけないし、あ、ジンギスカンに絞った方がいいな、ジンギスカン美味しいんですか、帯広は、それは美味しいですか、うん、いや、いけんのかって話なんですよ、まずそこいけんのかって話なんですよ、そこなんですよね、俺たちのこのポンコツさで、まず帯広に行けるのかどうなのかっていう、はい、時間が足りない、あともう一日あったらな、うん、なんか朝7時ぐらいの電車だったら間に合う、朝7時に乗れば
10時ぐらい着くでしょ。でランチ行って帯広行って、そうだね、広いな。でもハードだけどやんなきゃいけないからね。結構小樽は行ってるよ俺、はい、結構行ってる。道内広いのは分かるんですけど、もうなんならさ、もうどうすりゃいいんだろうね。札幌内でしょうか、たぬき工事。たぬき工事はどこにあるんですか。あの札幌にあるの、札幌でしょうか。あ、そう、ドンキの前、そう、うん、あそこあそこドンキの前覚えてますよ。はいはいはい。でも食べ歩きしたいんだけど、俺たちの場合って2店舗ぐらい行ったら腹いっぱいになっちゃって終わっちゃうんだよね。だから誰か食う料員がいればね、うん、なんかどうしてもさ海鮮丼を食べますだって食べててお腹いっぱいになっちゃうんだよ。それでだ食べ歩きにならないんだよね。でしかももうね、一回飯食っちゃったら体が動かなくなっちゃうのよ。 JAL の話で、 JAL であのさっき昨日通知が来て、で帰りが3時10分ね、帰りが3時10分の飛行機、わかりました、なんか到着が遅れますって。なんであのスタートが一緒なのに到着が遅れんの、怖くないですかまだ乗ってないのに、うん、まだ先の話なのに、おかしくない。なんか JAL でさ到着時間が遅れますって30分遅れんの、何かあるんでしょうか俺の乗ってる便はあの出発時間は一緒なのに3時10分から5時50分前に乗ってるんですけど、そんなに長いんでしょうか5時10分に着くはずだったのに、2時間で着くはずだったのに、なんで2時間半もかかるんでしょうか。なんで助けてその飛行機なんかあるんでしょうかなんで遅れるんでしょうか。不思議だよね。だから最初のうちに言っといたか、それか本当にあの定時を ミスしたか、あの到着時間の書き方を間違えたか、どっちかですね。まあそれも含めて楽しんでいきます。まず俺だって8時50分に札幌に着いて1時まで何をやろうか今から調べてますから、はい、その1時の間にいろいろちょっとあの動画も撮ってこようかなと思ってるんで、だいたいそうですね、4時間あるんですよ入りまで。札幌1人4時間千歳に着いてから4時間ぐらいあるんですよ、うん、だからちょっとなんか1本ぐらい動画撮ってこようかなと思ってるんで、だからちょっと札幌のね、なんか面白いお店があったら行ってみようかななんて思いながら本当に、うん、やってみようかなと思ってます。はい、まあそういうことで、ゆるキャスありがとうございました。今日もいっぱい喋りました。皆さんありがとうございました。私今日結構喋りましたね。最初の YouTuber 48分、そしてツイキャスは37分、結構喋りました、うん、結構喋ったね、80何分喋ったね、うん、85分ぐらい喋りましたけど、まあこれはまだ見てない方はアーカイブで見ていただいて、今日もありがとうございました。はい、そういうことで皆さんまた、後の夕方配信でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバイ。